はい、皆さんこんにちは。ロッキー藤井とめぐちゃんこと国際部の西本めぐみです。今日もよろしくお願いします。最近どう、はい、寒かったり寒かったりなんかあったかかったり、うん、また寒かったり、うんうん、寒かったりね。結構これがね、うん、激しくて、うん、ところがほら日本中見たら北の方雪で大変ね、うん、大変です大変です。で今年はあのヨーロッパ暖冬なのにね、うん、あ北米は大変ね、大変ね、すんごい吹雪とかね、うん、なんかすごいニュースで見ましたけど、うん、ニューヨークなんかもね、はい、で日本も大変、大変ね、日本と北米が大変、うん、それでヨーロッパは暖かい、なんか水泳してたよこの時期になんか全然ヨーロッパも冬はねちょっと寒いイメージがあるからもう全然想像つかない。一般的にね寒いイメージあるでしょ、うん、ありますあります、ね、もう雪積もってとかね、うんうん、最近ね実はあのスペインのね、はい、あの観光地でみんな水泳やってる、あのエリアによってもう全然違うね、違いますね、うん、それではですね、今日は、ねはい、皆さんと共有したいのはね、なぜね、うどんそば店ラーメン店が儲かりにくいビジネスになってしまったのか、うんね、これについてね、皆さんちょっと一緒に考えていきましょう、はい。30年から40年前はうどんそば店ラーメン店がはじ、うどん店を始めてもね非常に儲かりやすいビジネスだと言われてたんです、うん、だから私がこのビジネス始めた頃ね、うん、うどん店はね儲かりやすい、誰がやっても成功する、うん、それはなんでなんですか。うん、やはりね、うん、あのなんでかいと粉も安いでしょ、うんあうんねうん、粉も安いし原材料が安い、うん、で同時にね取っかかりやすい、うん、で、ね、40年前考えてください、はい、外食産業こんな盛んだった、盛んじゃなかったね、うんうん。今みたいなこんなね、うん、うどんラーメンそば店がこうバーッとあるっていうイメージは、うんうん、毎週ちょっと40年前はまだ生まれてないんですけど、ね、でも小さい頃の記憶としても、うんうん、小さい時の記憶としてもね、そんなに今みたいにこうお店がね、うん、いろんなとこでっていうのはなかったので、うんうん、競争も緩かったしね、うん、だから昔はね競争が緩いということは、ね、レベルが低くてもね繁盛してた、うん、そんなにほら高度なレベルでなしにね、うん、繁盛してた。ところが今は、今はもう、ねうん、何か差別化がなかったりしなかったりとか、うんまあ、特にこう美味しいだったり、うん、何かがないとやっぱそこに皆さん行かないじゃないですか、うんうん、でね一番変わったのがねインターネット、うん、SNS とか、うんね、インターネットでね例えば食べログで何点とか言って点がパチッとついて日本で一番人気のある店とか、ねはい、県で一番人気のある店とか言ってねバンと出だすわね。メディアとかねインターネットとかそういうのに出だすとやっぱりみんなそこ行っちゃいますもんね、うんうんうん、でね今からね私もね、例えば全国いろんなお客さんいますね、うん、例えば福井県行ったら、ねはい、何が有名かいと福井県、うん、福井県福井県で有名な麺は福井県で有名な麺、うん、福井県ほらあんたの好きなそば、そば越前そば、越前そば、うん、福井県ね越前そば有名でしょ、ね、よく聞くでしょ、はい、越前そば、ね、でねその越前そばのねうちのお客さんね若い方ね、うん、非常にこう成功してる方ねが言ってた、ね、一緒にこう福井の越前そばの店いろいろ案内してくれながら行ってた、ね、このネットができてねこの繁盛する店とそうでない店がね極端に差がついた、うん、昔繁盛しててもインターネットができてダメになった店もある、ねね、でそのまま繁盛してる店もある、うん、このネットができてこの落差が非常に激しくなりましたと言ってた。なるほど、うんということはネットでねこのほらだから逆に言うと本当のレベルがね、うんうんうん、があの明確に分かるようになった、うんまあ、リアルなね、うん、言ってる人の声がそこにできてるあそうそう、うん、だからそれはね以前から私よく言ってるほら私のあのほら川路入った頃ね、うん、百科事典の話よくするでしょ、はいね、川路入った頃今から50年ね50今創業して47年だからね、53、4年前ね川路入社した時ね、はい、
給料が2万円、ね、初任給2万円、それで百貨店を30万円で買った、ね、ローンで、ね、だから今の貨幣価値にしたら、ね、新入社員の給料は20万ぐらい、そうすると300万の、ね、うんうん、だから10倍の、うん、10倍300万円、300万円でね、はい、うん、ところが今ね情報の価値がもうほぼゼロになった。昔は情報の価値が逆に言うとそれだけ高かった、うんうん、で情報の価値が非常に低くなって、インターネットが発達してね、だから以前は国体とか県体で、話題になってた、はい、今もう国体に出たってね、県大会に出たって全く話題にならない、うん、もうオリンピックが、ね、ワールドカップとか、うん、そういうふうなもうプロ中のプロでないとねもう役立たないような時代になってきた、うん、もうだから今も、ね、この本社でラーメン学校やってるけど、はい、もう常に生産に言うのはプロ中のプロのレベルでないとダメですよと、ね、うん、あの以前とは全然レベルが変わってきましたよということをいつもよく言うね、うん、今回ね海外からよく、うん、多く来られてるから、うんね、うん、海外からの生産ね、今回ね、うん、オーストラリア2名、フランスが3名、うん、スペインが2名、ポルトガルが2名。ポルトガルから来たことあったかな。いや、ポルトガルから来たことは初めてだと思います。うん、多分初めてぐらいね、うん、フランスはね過去にも何回か、フランスも多い、スペインも多い、ね、ポルトガルとも初めて、オーストラリアも多い、ポルトガル多分初めて、ね、うん、どんどんいろんな国からまた来られると思います、うんうん、それでね、あの昨日の夜もね、実は事業計画書っていうのをうち、ね、はい、生産に、ね、学校で教えてるでしょ、事業計画書の作り方ね、うん、で事業計画書を生産が作ったやつを昨日もずっと目を通してね、あの私が添削修正したりね、ここをこうやったらもっと利益出るよと、こういうふうなビジネスモデルに書いたらどうですかっていうのを昨日もずっと見ててね、感じたのはやはり日本とね海外の利益の出方全く違う。あ、全然違うんですか。売上も全然違う、あ、ね、海外の生産の売上高ね、月価2000万ザラ、ザラなんですね、ザラ、あ、月価2000万ザラ、5、600万月価の利益ザラ、うんうん、日本と全然違う、ね、全然違うね。なんで違うかいと、ね、一番違う原因なんだと思う、売上の一番違う原因、一番違う、ね、あの逆にね昼の回転率、ね、1回転ぐらいしかしないよ、ね、うんうん、日本は昼何回転ぐらいいける、うん、3、うん、1時間に3回転ね、1時間3回転で繁盛してる店は十分6回転ぐらいいくね、うん、ところがね海外だと昼は昼 1?、うん、1回転、1時間ね、昼1時間で1回転しかしないね、だいたい昼1回転座って長居しますもんね、うん、海外の場合、うん、だから席数いっぱい取らないと、そうそうそう、うん、だから海外の場合ね昼1回転ね、夜1回から2回転、うん、それで2000万いくの、客単価も高いんです、客単価全然、うん、客単価2000超えてる、うん、うん、ね、2000円から倍にと3000円、ね、うん、超えたりして客単価の差がものすごく大きいね、うんうん、ということは日本がですね、日本のお店がなかなかうまくいってない原因の私は一つがね客単価、うん、ところがね最近ね、この間どっか行ったとこかな、あと東京行った時、うん、東京行った時ね、あのずっとほらあのお店回って単価見てね、うん、非常に感じたのはね、最近客単価がガンと上がってきたなと。あ、日本でも、日本でも、うん、もううどんでもね1000円以上当たり前になったなと、うん、昔では考えられない、考えられね、もううどんでも1000円以上、うん、ね、2000円弱とか、はい、ランチでもね、ランチで、うん、ランチで、うん、そういうふうにねどんどん変わってきてますね、うん、でこれねここ参考につけてるのが、はい、TKC のデータです、はい、ね、ちょっと古いデータなんですけどね、例えばですね、黒字企業、欠損企業の差、うん、ね、黒字企業がね、22.96 ありますよと、うん、ね、ただし年商5000万以下、ね、年商5000万以下というと月商で、400万以下、ね、
の場合ね、というのはどっちかというと小さい店ですね、従業員数がまあ6人とかね、このぐらいの数ですから、売上高がね、2500万、月間200万とか300万まで、250万までね。で、黒字企業とね、赤字企業、これ見て分かるようにね、黒字企業の方がね、やっぱ売上高が高い、高いね。それから変動比率はね、黒字企業は 28.34、 赤字が 32.86、 この辺はね、ちょっと一概に言えないけど、売上が高くてね、利益が出やすいというような、ことですね、これ利益がちょっとおかしいね、このデータが。黒字企業の方がマイナスで、赤字の方がこれちょっとデータおかしいとかあるね。こっちはあれ、ちょっとこれはちょっとネグレクトしましょう、で次の表からいくと、5000万から1億ねになってくるとね、これ見て、黒字企業の比率がうんと増えた、ね、黒字企業の比率がガンと増えた、黒字企業が 41.13%、 だから売り上げが上がれば上がるほどね、利益が出やすいということ、逆に言うとね、それで、大きい方が黒字企業多いっていう感じですかね、この3つ比べた時に、この規模が低いから。そうです、そうです、で変動比率はね、は決して高くない、それからね、1億から 2.5 億、これかなり大きい企業、ね、そうするとさらに黒字企業わずかだけどね、パーセント増えた、ね、それで売上が1億余り、ということは月間1200万ぐらい、にいってますよと、で変動比率が 30.57、 変動比率は低い、ということでですね、規模が大きく、これから言えることは、規模が大きくなるほどね、利益率は高まってますよということですね、でラーメン店の場合もですね、同じようにね、この売上を3段階で見てます、年商5000万以下、それから年商5000万から1億、年商1億から 2.5 億と、で黒字企業が、の割合ですね、が、小さい店が 27%、それから真ん中が、41%、 その次が 43%、これはだいたい上とよく似てる、で変動比率、ラーメンの場合のですね、これちょっと面白いのがですね、変動比率が、うどんそば あんまり変わらないな、変動比率、あんまり変わらない、ちょっとこれは私もね、少し驚き、もっと変動比率かけた方が一般的には利益もうんと出て、儲かりやすい、だからこの辺がね、多分ね、今まで過去の延長線でずっと営業やってるから、これが課題やわね、で以上の提携紙のデータより明確に分かるのは、規模が大きいほど黒字が、店舗規模が小さいほど黒字が少ない、利益が出にくい、で規模が大きいほど、黒字企業多い、利益が出やすい、うどんそばラーメン店市場をはじめ、喫茶店また飲食ビジネス全体の市場、あるいは他のあらゆるビジネス市場におけるのと同じように、市場の寡占化が進み、生産性の高い規模の大きい店、規模の大きい会社の方が生き残りしやすいと、これなぜか分かる？規模が大きいんで、生き残りしやすい、例えば当社考えてみて、今日からほら品質管理の専門家入ってるね、規模が非常に小さい時はそういうふうな専門家置ける？置けないです、何かをするにもやっぱり、投資じゃないですけど、費用がかかるからね、規模が小さかったらね、やらなきゃいけないことができないの、だからそれぞれね、いろんなビジネスは適正規模があるなと思ってる、だからうどんそば店ラーメン店でもね、適正規模があってね、その適正規模に達するまでは大変、だから例えばね、1店舗1000万ぐらいがね、月間1店舗1000万ぐらいが適正規模とするでしょ、今の
チェーン展開する、ね、はい、うん、いろんな成功事例から言ったね、うん、1店舗1000万ぐらい売る店が適正規模、はい、でその店がね多分ね3店舗できたらね、1店舗だけと3店舗できたら全くね企業力変わってくる、うん、だから私以前からね精査に行ってるのはね3店舗以上、3店舗以上、うん、何でか分かる？3店舗な、ね、1店舗単独でやるのと3店舗やってるのと全く利益の出方違ってくる、企業力が違ってくる、余力も変わってくる。なぜ？まあ多分ね1店舗1000万いくでしょ月間、うん、そうすると200万から300万ね1店舗で利益出る、ね、他のその店舗でも、うん、うん、1店舗ね、うん、そうすると1店舗1000万売って、合計3店舗やってね、うん、3000万の月間売り上げやると少なくてもね、まあ、1000万もいかなくても1000万近い利益が出るね、うん、例えばね、私が店舗お店やってるとしてね、あるいはメルちゃんがやってるとして、3店舗持ってますよと、はい、で 1店舗3店舗合計で例えば700万ぐらいの、ね、利益が出るとすると、うん、毎月ね毎月700万のキャッシュが残っていくとしたらどう？毎月、ね、年間8000万ぐらいね、うん、そうするとね先行投資がどんどんできていく、他やりたいことが、うん、できてくる、うん、だからもしねそのぐらいでねちょっと背伸びして海外展開やろうとしたらできないことない、うん、8000万ぐらいね、はい、で日本は金利が低いから、うん、日本のお金を海外持っていったらものすごくね、あ今はちょっと円安だね、うん、以前円高だった時はものすごくね光ってたお金が、うんうん、ということでね飲食店をねきちっと店舗展開してね利益を残しながらやっていこうとするとやはり1店舗1000万のビジネスモデルを作って、ね、はい、それでね毎月200万から300万1店舗で出しながら、うん、例えば自分が入ってる店が1店舗200万から300万利益を出すとするでしょ、うん、そしたらあと2店は店長任せになるわね、うん、なりますよ、ね、ね、あるいはもう自分が全店舗入、ね、から抜けて、ね、はい、オーナーとしてね全体的に、うんうん、管理だけやっていくというふうになったらね、うん、利益の出方はね、自分が入っとる時と比べてどう？利益の出方、自分が入っとる時と比べて、うんうん、ならない。ならない。うん、よくそれ勘違いする。うん、例えばね、例えばよ、2店舗を展開する、2店舗出したい人よくいるね。はい、で、500万以下でも出す人おるやん。うん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 、ね、で、大体それ失敗するんだけど、500万以下でね、次のお店ね、500万ぐらい行ってね、毎月100万ぐらいね、出てくるようになると、うん、そしたらね、なんとか次の店やりたいなという気分になってね、うん、で500万ぐらいの店を2店舗3店舗とこう作っていたらどうなるか、ね、あるいはそれよりもっと売上の低い店作ったらどうなるかと、自分が入ってたらね、500万の店でも100万か100万ちょっとぐらい利益が出るとするんじゃない、うん、はい、ね、で2店舗目作ってね、自分がそちら行ってしまったら500万出ての店で出てる利益はどうなると思う？下がる、絶対下がる、下がる、うん、ね、それがね多くの経営者がそれに足取られてしまった、うん、ね、多店舗展開を少ない利益で展開してしまってね、うん、ほとんどの経営者がそれに足取られてしまって、ね、私も知ってる方で、はい、元々うちの親しいお客さんね、うん、1店舗まあまあやりね2店舗目出した、うん、そっちに足引っ張られてしまって ね結果、うん、2店舗とも手放した、あ、そうん、ね、自分は逆にオーナーだったのがそこで働いてる、あ、うん、というふうな質問を見てきてる、うん、だからね店舗展開をするときはむちゃくちゃ重要、そうです、難しいですね、やっぱり見極めとその売り上げだったり、うんうんうん、だから利益をね、やはり我々のビジネスもそう、ね、お客さんのビジネスもそう、利益をいかに残していくか、ね、利益をいかに生産性を上げて利益を残していくか、これがこれからのビジネスのね、非常に大きな課題、うん、でないと次の時代にね、遺産を残せないの、
次の時代に継ぎたいと思ってねしたって、はい、せっかく築き上げた遺産ね貴重なものを残せない、うん、ということはね逆に言うとね例えば500万の店を作る1000万の作る店を作る、うん、ねやる努力そんなに変わらないわかる、うん、やる努力そんなに変わらない、うん、ねそしたらねねしかし結果は全く違ってくる人生の結果は全く違ってくるそのね毎日一生懸命働くね、はい、やる努力はほとんど変わらない、うん、ねだからそういうふうな1000万の店を作らなきゃいけないということを知らないために多くのねせっかくこの麺ビジネスを志しても、うん、多くの人がねこの麺ビジネスで幸せになれない原点がそこにある、うん、適正規模うん、知らない学んでないからね、うん、もう例えばね今までねうどんそば店の規模はこのぐらいだったからこのぐらいが当たり前と過去このぐらいでねみんなやって飯食っていけてるから、うん、このぐらいが当たり前じゃないかとみんな思ってしまって、ねうん、それから抜けれない、ね、うどんそば店とはこんなもんだラーメン店とはこんなもんだだいたい200万から300万の売り上げで飯食っていくとそれでまあ満足だと、うん、だからそれは、ね、その人はその人生を置いて、ね、後に残るものがほとんど残らないその店も、ね、将来的に価値として残らないね、うん、というようなことが非常に多いなとだから次の世代にいかにこうね利益を上げて残していくかこれがこれからね我々がねお客様たちに貢献してそれを伝えてそれをね、はいお客さんたちにやっていただくこれむちゃくちゃ重要だと思ってる、うんそううん、知らね一生懸命頑張ってもそれを知らなかったら、うんうんうん知ってるのと知らないとやっぱそれを知るとね、うん、それに向かって頑張りますし、うんうん、知らなくて頑張るのと全然違いますから、うん、違うでしょ、うん、だから今回ねあの例えばポルトガルから来てる生産イリア、はい、ね創業して2年で4店舗まで展開した、うん、で今度またね6店舗まで行きたいとそれで学校に来た、うんね、だから出てる利益がね例えば1店舗500万600万ぐらい出てるから2年ぐらいの間でね多店舗展開簡単できる、うん、だってね1店舗2000万売ってね、うん、500万600万の利益出したと月々ですもんね、うん、月々、うん、毎月出したら、ね、2年で、ね、4店舗まで行くそんな難しくない、うん、ということでねいかにその経営の理論を学んで店を開くのと、ね、ただ単に技術だけ学んで店を開くんだったらねその人の人生全く違ってくる、うん、全然違うと思う、はいね、だから今日は特にこの辺のですね、うん、の重要さをね、皆さんに本当に理解してほしい、うん、でその次の課題ですね、はい人手不足の本質は何か、ねうん、人手不足はなぜ起きてるか、ね、この本質は何か、うん、これをねちょっと理解してほしい、はい、うち人手不足人手今入ってきてます、ね、いっぱいおります、うん、うちねあのそんなに人手不足じゃない、うんね、去年はねインバーター不足してたインバーター不足うちはあの世の中してましたけどうち入ってました、ねね、世の中ほらインバーターものすごく不足だったよ不足しましたうち全然不足してなかったよねで今年は人手はね、うん、いろんなとこ人手不足とは言われてますよ、うんうんうん、だけどねうちの、うん、ところは、うん、だけどほら海外とかね、うん、外部からうちの会社来てね皆さん大体びっくりするのが、うん、若い人がむちゃくちゃ多いですねっていう、うんこれよく言われるあよく言われます、うんうんねうん、今日もほら品質管理のプロ中のプロがね、はい、今日から来ていただいてますね、はい、でその方がね言われるのもあの若い人がむちゃくちゃ多いと、うんうんね、これ本当によく言われるということは人手不足はなぜ起きるか、ね、これビジネスモデル、うんはいねだから人手不足を起きないようにこれはね経営者として当然人手不足ねだって人手不足になったらね経営できないもんできそうです、うん、人手が
なかったの。で昨日ほら人手不足を解決する面白いロボットあったやん。ありました、ね、昨日、うん、まさに今の時代にぴったりのね、うんうん、ね、うん、これでね、うん、あの人手不足でね実は昨日ねこれからね、当社も皆さんにお勧めしていこうと思っているテーマが一つあります、うんうん、はい、あります。ねね、配膳ロボット、配膳ロボット、うん、ね、あれすごいですよ、ね、うんうん、例えばねラーメン店一人でやりたいという人もね、うん、よくある最近ね日本とかでもね、うんうん、人を使いたくないとね、うん、だから人を使いたい、うん、たくないラーメン店が ね配膳ロボットを入れたらね、例えばお客さんからオーダーを受けてね、うん、人で店やってね、うん、それを全部盛り付けしてね、うん、でロボットの上に乗っけてでテーブルナンバーをパンと押したらロボットがそこのお客さんのところに行ってね、うん、でラーメン届けてくれる、うん、でお客さんはそのラーメン取ってね、食べると、ね、ロボットまた戻っていくんですね。そうそう戻っていく、うん、ね、でねそれで食券とね人でやっててね、うん、やるとするじゃない、うん、ね、そうするとね一人でできるね、うん、あれは本当に感心した。そうですね、あれは海外もそうですけど、うん、やっぱ人件費もねかかりますし、うんうんうん、やっぱりその人を採用したくない理由とまあいろいろあると思うんですけど、うんうんうん、こういうところにぴったりだと思います、うん、ぴったりね、うん、でおまけにねそのロボット代がいくらかいと1ヶ月なんと6万円、うん、ね、その一人分ぐらい多分あれ働きするよ、うん、あのできの悪いパーソン一人ぐらいの働き十分するよ、うん、文句言わないですし ね、 言わない ね、文句言わない、正確に届けますし、うんうん、ね、機嫌取らんでいい、うんうん、熱心に働いてくれます、うん、熱心に働いてくれる。月々6万だったらね、うん、全然人件費その一人当てで考えたらもう全然、うんうんうん、で実際のですね、うん、既存のうどん店そば店店主の一番の悩みはね人手不足じゃないお客様の減少だということ ね、 ね、お客様が減少したらどうなります。お客さん減ったらそのお店回らないもう売り上げも出ないし、うん、だって利益出ない、ね、利益出ないね、利益出ないから人を雇えない、うん、ね、人を雇えないっていうよりもねいい人を雇えない、いい人、うんうん、いい人って雇うにはやっぱある程度払わなきゃいけないですからね、うんうんうん、だからこれからね皆さんねビジネスやってる人に声を高くして言いたいのは ね雇える人雇っちゃダメ、ああとりあえず誰でもっていうのが、そうそう、ね、もう雇えるからね今うちのレベルでこの人雇えるからこの人雇おうとこれやっちゃダメ、うん、ね、雇える人じゃなしに雇いたい人を雇わないと、うん、多くの店失敗してるのはこれ、うん、多くの会社失敗してるのはこれね、特に今人手不足でね、うん、ね、雇うの大変、そうするとねどうしても皆さんね雇える人を雇ってしまう、うんうんうん、これやったとお金だけかかって全然成長しないですし、ね、例えば雇える人を雇うのがねこの辺だったらね雇える人、まあ、例えばパートの人ね雇える人の時間コストいくら、だいたいね時給いくらぐらいで来ると思う、この辺だと、この辺ですか、うん、雇える人、雇える人パートさんとか、うん、あんまり難しい考えでいいよ、気楽でいいよ気楽で、うん、ね、雇える人900から1000円、あ、まあ、1000円としましょう、うん、ね、簡単に言うとね、うん、時給1000円ね、うん、あの雇える人だと時給1000円ね、うん、雇いたい人やったら普通どのぐらいするやろうね、雇える人が1000円としたら、うん、ね、1.5 倍から2倍ぐらいとかですか、もっとですか、うん、2倍しないでも十分に来るんじゃない、うん、1500円、ね、一般が1000円ぐらいだったらね、うん、1500円だったら相当来ると思うよ、うん、500円の差は、うんうん、ね、うん、だからね、で同時にねその雇える人と雇いたい人のねのこのレベルの差はどうですか、ね、多分その人がね売り上げに及ぼす影響むちゃくちゃ大きいと思うよ、うんうん、ね、例えば雇える人を雇ってね、うん、あまり売り上げ上がらない、例えば雇いたい人を雇ったらもう2倍ぐらいに簡単にいったり、うん、するんだったらもちろん、ね、うんうん、その多少の投資でもそれでバンっていくんであれば、うんうん、結果こっちとしてはいいですから、うんうん、ね、だから雇える人だと例えばね時給1500円ぐらい、ね、払ってでもね売り上げ倍になったらその方がはるかに良くない、全然いいです、うん、ね、うん、ということはね、ここで大事なことはね、目先の損得絶対考えないと、うん、
ビジネスは目先の損得絶対考えない、うん、多くの人が考えるのは目先の損得、うん、ビジネスの秘訣は何ですか。ビジネスの秘訣、うんうん、先行投資ですか。ああ先に与える、うん、人生の秘訣は。人生の秘訣は、うん、先に与えるですか。あ先に与えるね、先に与える、うん、ビジネスの秘訣は先に与える、ね、先行投資、先行投資だって、ね、何でもそうじゃない、うんね、例えば、ね、何かやってでも、ねうん、結果が出るのタイムラグあるやん。あります、ね、タイムラグビジネスは、ね、パンパンはないです。今日から何かほら、ね、今日から、ね給料上げて、ねうん給料 1.5 倍にしていい人雇いました、うん、今日から売り上げ上がる。上がらないです、ねまあ、その人もやっぱりね、うん、トレーニングもありますし、うん、知ってから動くんで、うんうん、多少のタイムラグがあります、うん、でその人が来たことを分かって、 あそこ、ね、かわいい子入ったぜと、うんね、あそこアイスがいい子入った気持ちいいと、うんいうふうになってね、それがだん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 広がっていって1人増え2人増えね、で売り上げが徐々に上がってくる、うん、多分ね2ヶ月と3ヶ月ぐらいタイムラグがかかるとするわね、うん、あるいはもっと早いかもわからんけどね、だけどその間はね先行投資、うんうん、それを皆さんねケチらないでそれを先やる、うん、だからこれからの時代ね、去年はね例えば去年は物が足りないでね、去年は、ね、当社でももうインバーター集めたりとか、はい、それめちゃくちゃやります。やります。今年は人の時代、これからね当面この人をいかにいい人を集めるかの時代、うん、ねから人に先行投資する、うん、ねだからそれにはねやはりお金が必要、うんうん、やっぱいい人ってなると、うん、目先の損得考えないで先行投資してねね、でだから一番厳しいオーナー、ね、自分の給料減らしてでもね先にそっちに先行投資する、うんねうん、自分の給料減らしてでもねあそういった人を取るのに妥協しない。それが後々会社の利益となって大きく、うんうんうん、だから私もねいろんなこう経営者見てて感じるのは、自分の給料高い社員をねもう飛び気のいい人を採用しようとするとたまにはね、自分の給料より高い人を雇わないか、ね、うん、ね、たまにはね、うん、自分の給料を超えるような人を雇わないと、ね、それをもう目先の損得を考えずにバシッとやれる。なかなか難しいですね、そのオーナーさんとか、うんうんうん、なかなか。あ、ね、これは実際にね、それあるよ。うん、例えばソニーとかああいうふうな会社でもね、はいはい、うん、実際に。あのまあ、ソニーあたりは多少違うかも分からんけど、うん、ホンダとかあの辺だとね、はい、海外部門のね、責任者とか、うん、そんな人は、ね、ホンダの社長より多分給料高いと思うよ、ね、ホンダの社長がこの前年収が出たね1億何千万ね、はい、年収1億何千万の年収で、はい、トヨタはね、まあ、6億か 何、うん、何本かで、その次は日産が何億だったよ、うんうん、だからホンダが一番低かった、うん、そうすると海外の、ね経営者要するに北米の経営者とかそんな外国人にやらせたりしたのがね、うん、もっと高くないと絶対雇えてない、うんうん、そうですね、うん、確かに、ということはね、あのトップよりね高い給料の人を雇えるぐらいな、あや雇うことなんかも場合によってはやっていかなきゃ、そういうふうな人を雇って結果、ね、会社が豊かになってまたトップの給料も上がっていくと、うんうん、先行投資、うん、ということは、ね、お客様を増やし続けていく、うん、これが、ね、やはりビジネスでは絶対に大事、うん、大事、うん、お客様をいかに増やし続けていくか、うんね、人手不足人手不足というようなことで、ね、今一般的に人手不足人手不足って言われてるから、それを振り回されちゃいけない、うん、だから実は、うん、そうそう、だからそれに振り回されないで利益をしっかり確保する方法を考えないといけない、うんうんね、それに振り回されずに利益をしっかり確保しようとすると、何が一番大事かというと、うんね、今でもねね、しっかりと、ね、利益を出せる店がどんな店か、例えば当社のお客さんでも、ね、利益をしっかり出してる店はどんな店かいうと、お客さん
客単当然高い。高いね、客単高い、うんうん。商品力も高い。だって商品力高くなったら来ないの、うん、だから多くの店が、ね、理解できてないのが、だから今食べログの点数がああいうふうに出てるでしょ、はい、だから食べログの点数の高い店は、ね、結構来るやん、うん、来ますけどな。そしたら逆に言うと食べログの点数を上げる方向にガンと、うん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 、エネルギーとかお金使ったら、うんね、お客さんは来る、うん、呼び込める。でまたそのお客さんが発信するからまた来るっていう、うん、また来る、うんうんね、その全循環、うん、そこに行くまでちょっとね大変、うん、大変、うん、だけどそれをやらんといかん、うんまあ、それするためにはね、うん、いろんな、まあ、それこそ先頭行動じゃないですけど、うん、フードコストとか、うん、そういうのかけたりとかっていうのも、うん、でね今回のほらラーメン学校に来た生産ね、普通8人1組だけど、はい、今回10人いるんです。おります、ね、日本人が1人だ ね、うん、ね珍しくない、日本人1人。そうですよ、香川でやってるんですよ学校、うんうんね、香川でやってる学校で、ね、9人が、うんうん、でね、フランス人3名来てるわね、はい、そこもね複数店舗経営してる、うんね多分4店舗だったかな、うん、で、そういうふうにお店をすでに経営してる人たちがねが学校に来る、うん、なんでもっとレベルアップですか、うん、これから店舗店がガンガンやっていきたい、うんねうんね、だからなぜ学校にねなんで同時に人って来てないでしょ、うんね、あのほらオーストラリアも2人、うんね、兄弟でやってるね、うん、あの人たちね、うん、で他のポルトガルとかスペインとかあの辺も兄弟でやってる人結構いたね、うん、兄弟でやっててねそれで2人で来てる、ね、2人でねこの海外までね、1人、航空運賃から、うん、宿泊費から全部入れたら100万ぐらい、ね、通訳入れてね100万ぐらいな投資やね、うん、円に直すとね、うん、これを100万の投資やから2人やったら200万ね3人来た時も300万これをね気楽にこう投資してるできるというのはなぜそれできる利益が出てる、ね、出てるからね。だから先行投資ができてる、うん、そうそう。だからね、大事なことはまずね、儲かるビジネスにしていくということ。うん、これはむちゃくちゃ大事。いかにそのビジネスを儲かるビジネスにしてしまうかということ。ここでまた学んだものを生かしてどんどん展開して利益出していく。だから利益を出すことにね、これからのビジネスはものすごく執着しないといけない。うん、利益を出すこと、うん、で利益を出すことに執着しようとすると、ね、もっとその前に大事なことは利益出すことに執着しようとすると、うんうん、うち一緒やうちの会社人ですか、うん、いやじゃなしにね利益を出すことに執着しようとするとねお客様をいかにハッピーにするか、うん、カスタマーサクセス、お客様、ねうんね、いかにお客様を幸せにするか、うん、これむちゃくちゃ大事、うん、ねだからお店の場合も一緒だから今回ねこのほらそこまで来てる人たち生産たちの一番のリクエストは何か分かる一番ね彼らが教えてほしいと言ってること、うん、お客さん何ですかお客さんもあの、うん、商品力ですかそのうんでどういうふうな商品力、うん、今のニーズに合った、うんうん、どんなニーズ、例えば、うんね、今だとこれね海外から来て今回4組でしょグルテンフリーとか4組ともみんな同じニーズ、うん、4組とも全く同じニーズそれもすごいですね、うんうん、ビーガンビーガンラーメン、ね、もうヨーロッパではすでに3割ビーガンラーメンだって3割ねうん、だから豚骨をねヴィーガンの豚骨ね白湯の豚骨ね味噌ラーメンのヴィーガン、ね、醤油ラーメンのヴィーガンもう全てヴィーガン、うんね、豚骨のヴィーガン、うんうん、じゃそういうスープとかアトピックとかそういうの全部学びますけどヴィーガンで豚骨を教えてほしい、ねうん、ということは、ね、これ急激に変わっていってるよ、うんうん、でなぜ彼らがそういうことを熱心かというと
いかにお客様を幸せにすることに対してね、彼らね、今回でも参加している生徒さんたちはお客様を幸せにすることに対してむちゃくちゃ熱心、うん、ね、いかにお客さんを幸せにするか、そう結果ね、彼ら非常に成功してる、うん、だからビジネスはね、お客様の幸せだから、もっと言えばね、もっと言えばね、今私も最近非常に気がついたことで ね本当にこう最近気がついたことで、ね、タンパク質の大切さ、うんうんうん、タンパク質、ああ、タンパク質の大切さ、いかにタンパク質を取らんといかんかね、タンパク質、例えば私だったらタンパク質を毎日何グラム取らんといかんか分かる、何十グラム、うんうん、当然何十グラム、何十グラムだ、ね、どっから来たその50は、ポンって覚えてるあのね、タンパク質はね、年齢と同じ、あ、年齢と同じグラムでいくんですか、じゃあ、うん、だからね、年齢が上がるほどね、タンパク質をたくさん取らんといかん、うん、でね、例えば高齢者になってね、中風症とかほら徘徊したりとか、うんうんうん、ああいうふうなね原因、あの骨粗鬆とか、この非常に大きな原因がね、タンパク質不足、うん、うん、ね、タンパク質が足りない、うんうんうん、でね、逆に言うとね、なぜね、あのほら、ラーメン二郎とかね、はい、ね、ラーメン二郎とのようなところに女性たちが行きたがるか、あるいは女性たちが肉食女性が多いか、ね、これも最近ね本当によく分かるようになってきた、女性たち基本的にね、この肉食べないといけない、うん、ね、毎月ほらね、外血液、ね、うん、体外に出してしまうでしょ、そうですね、ね、そうするとね、血液はタンパクでできてる、ね、足りない、うん、タンパク質で、高齢者もね、やはりタンパク質をどんどん取っていかないとね、あの高齢者ほどね、タンパク質をたくさん取らなきゃいけないのが取れてないの、うん、結構だから長生きして健康な人ほどなんかお肉食べてたりとかね、言いますよね、テレビで見てて、ね、あの日野原いうほらね、昔有名なほらお医者さんがいてね、はい、100歳超える人がいてね、うんうん、毎日ステーキ食べてるとかってね、うん、やってた、だけど私もね、もう今はね、タンパク質に凝ってる、うん、取れますもん ね、 ね、プロテインは当然プロテイン取ってね、うん、それからね、あと、まあ、肉も食べるけど、うん、基本的に魚ね、もう常にほら魚料理を食べてね、タンパク質をだいたい計算してね、 74g 取れるように、うん、毎日、ね、そうだ、年齢分で取らないといけないから、年齢分取らないといけない、ちょっと取らないといけないし、うん、でね、タンパク質を取り出してね、もう極端に変わったことが筋肉が突き出した、うんうんうん、ね、ちょっとだって言ってましたもんね、見た目全然あれですけど、うんうんうん、体重で、うん、体重最近どんどん増えてきた、うんね、もう63ぐらいが筋肉で、うん、筋肉の方がね、脂肪より4倍ぐらい多いって言いますから、うんうんうん、でね、寒さ感じなくなった、ね、エネルギーは、うんうん、筋肉で、うん、例えばね、7、8年前ね、冬になったらいつもね、祖父の松本さんにね、あの春回路、うん、ね、箱買い、あ、箱買い、ね、いつも買い占めして来てもらってた、うん、もう貼ってないんですか今、もう一切貼ってない、あ、ね、この間ほら東京出張してマイナス4度だったけど、うん、一切いらなかった、日本寒くなってんのに、うん、社長、ね、うん、回路いらなくなってる、いらなくなった、ね、もう自分の体内から発熱して、うんうんうん、だからそういうふうなこともね、もう人間のいかに健康で長生きできるようにするのはどうやったらいかないかという研究ね、これも大事、うん、それから飲食店、要するに麺ビジネスがね、利益出して長く生き残るにはどうせんといかんかの研究、うん、私のね、今のライフワーカーの一つがこれね、あの人間として長生きするのどうやったらいいかね、うん、会社として長生きするのどうやったらいいか、メインビジネスを長く生き残らすね、長く生き残れるメインビジネスを作るのが出会ったらいい、うんね、これ私のライフワーク、長く生き残る、長生き生き残る、うん、だから長く生き残るメインビジネスを長く生き残るようにするね、一番いい方法は売上の高い店ね、売上を高くして利益がしっかり出る店を作っていく、うんうん、もうこれが絶対ということですね、うん、今日もですね、質問なかったんかな、皆さんの質問ね、そうです、うん、残念ながら、うん、ね、本当にね、うん、だから
こういうふうなね、皆さんに理解してほしいのはね、日本の綿ビジネスね、結構海外の綿ビジネス非常にそういうふうにね、当社の学校に来る生徒さんたちね、非常にいいビジネスやってる皆さん、すでにね、すでに海外ではもうその辺分かって、すでに非常にいいビジネスやってる人たちが非常に多いね。だから日本がね、ラーメン発祥のね、世界中のラーメンの日本がその本拠地であったりね、あるいはうどんそばの発祥の地であってでもね、残念ながらそのビジネスとしてはね、本当に弱い、だからこの辺をね、本当皆さん理解してね、もっと質問欲しい、この点で、どんなものでも、自分が持ってる悩みでもいいですしね、今自分のビジネスこういうことしようとしてるけど、合ってるかどうかとか、始める前にアドバイスっていうのでももちろんいいですし、ね、もう気軽にですね、何でもね、気軽に質問してください。それで次回はですね、日本の人手不足の実態ですね、なぜこんなに日本人手不足が起きてんか、ね、でこれからその人不足がもっと解消するかいと、全然解消しない、悪くなる一方ですか、その原因は、原因ですか、高齢者が高齢者がいて、で、その出生率もそんな、ね、どんどん下がってきてね、日本の人口がこの20年で今後20年で2000万人減ると言われてるね、ということは人手不足は解消するかいと、解消しないです、逆方向、ね、だからこれからの日本でですね、はもうテーマ、生産性を上げ続けていく、いかに人手を使わずにいいビジネスをやってね、生産性を上げていく、ね、だから世界のね、この飲食ビジネスのトップ3、一番は、ね、この辺から言ってんじゃないね、ちゃんと教えてるよ、データ見たのに、ね、あれスタバでしたっけ、トップ3、ね、1番はスタバ、2番はマック、3番はスタバマック、スタバマックまで覚えてるんですけどね、サブウェイ、サブウェイ、ということで、ね、全てね、セルフサービス、生産性を上げようと思ったらね、最終的に多分セルフサービス生き残りやすいやろね、セルフサービスかファインダイニング、生産性の高いビジネスは、だから人をあまり使わないで、だからファインダイニングでも以前アメリカ行った、あ、ニューヨークでほら行ったファインダイニングがあったやん、ありました、ニューヨークグラマシー、ニューヨークグラマシー、ね、グラマシータバン、グラマシータバンか、グラマシータバンね、あそこなんかもね、非常に工夫してね、プレート全部同じサイズ、ね、で数もコースの、そうそう、ね、コースね、フルコースなのにプレートが、ね、3枚しか出ない、ね、3回しか持ってこない、そうです、ね、で1回にたくさんね、たくさんコースってなんかね、ちょろ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 、そうそう、小さな器でね、何度も何度も来るけどね、1回にたくさん盛り込んでくるね、アペタイザー、メイン、デザートだけ、なんか人がね、見える範囲がもっと広くって、人少なくいけますもんね、だからファインダイニングでもね、人で対する、これ戦略やわね、だから戦略の大切さ、要するにマネジメントをね、だからお互いにこのマネジメントを深く学んでね、皆さんいい店作って非常に成功していきたいなと、まあ今月ももうすでに2月入ってね、まだまだ寒い日が続きますけど、皆さん絶対にコロナにならないでね、健康で、健康でね、頑張って、ね、ビジネスを伸ばしていきましょう、はい、はい、じゃあ皆さん今日もありがとう、ご清聴ありがとうございます、ありがとうございます、はい。